3番の岡田がレフト前タイムリーヒット、阪神1点を返しまして、なお2アウト2塁1塁になっています。2回カープはやれいけそれいけで一挙に5点を取りました。しかしこの3回に福岡1点を失いました。ここまでスコアは5対1、カープが4点リードしています。解説は小林誠さんです。小林さん、2アウトからでね、この1点はもったいない気がするんですが、ファーストの横ファール、際どい当たり、ファールボールです。ね、酷な言い方をするようですけれども、はい、ピッチャーのその踏ん張りという点もあるんじゃないかなと思うんですよ。うん、どうしてもね、やっぱりメンタル的な影響が、ね、ありますけど、やっぱり踏ん張ってほしいなっていう気持ちもあるんですよね。はい、菊村コマリーの足元に目を落とした立川、これからシグナルを送ります。マウンド上うなずいた佐岡、ね、本当にあのツーアウトからヒットを打たれて、そしてエラー絡みで、点取られましたからね。ああ、でも今日はね、調子は決して悪くないと思いますよ。左中間へ、レフトは西田、レフト西田、シングルハンドキャッチ取りました。しかし3回、2回途中早々とノックアウト、そして2人目田村で、この回から3人目です。ご覧の太田です。まあそれにしてもね、小林さん、2回のね、ベンチに座っている藤本です。まあタイガースベンチとしては、この先発ピッチャーの藤本がね、2回途中でマウンドを降りるとは、これ誤算だろうと思うんですが。そうですね。それにしても攻めの方、カープでもこの東京ドームの巨人対応戦、点数が入りましたら次々と紹介していこうと思います。4回のタイガース、この回の先頭バッター八木当たりました。デッドボールで歩きます。ノーアウトランナー一塁です。すぐに目立ちます。もう次のウィンに対する第1球がこのゲーム72球目。ただこのウィン、期待の新外人なんですが、大不振です。まあ、あれもね、今日はスタメン入ってませんけど、やはりウィンに対するやっぱり、そうですね、阪神ベンチもちょっと頭痛いです。僕も4番アレンは我慢してね、はい、おとといのゲームまで使っていました。セカンドの左抜けました、センター前ヒット、タイムリーになりました。これで5対2です。